お前ジャカって弾くな、お前喋ってて。そうですね、リョンさん192725、子供の遠足の弁当で悩んでいます。お二人、お弁当に何か入っているとテンションが、ん、何が入っているとテンションが上がりますか？唐揚げ。なあと、あのウィングス、あとポークビッツ。うん、肉ばっかね。肉大好きだからね。なんか俺はあれかな、こう開けたらご飯真っ白で海苔乗っけてあって、海苔乗せて食べてねって言われて食べた時に、だんだんでこうカツオとか入ってたらわははって思う。あの見えへんところでこんなにことしてくれてたみたいな。サプライズ的なもの好きなのね。うん。おにぎりの具何が好きやった？俺はもう、いくつかあるよね。いや、わかるわかる。まあ、俺昔やったら明太子ってもうすぐ言ってないけど、うんうん。そうだよね。今はね、なんだろうね。まあ、でもまあ明太子は上位に入ってくるよね。そうだね。それでも。あれどっちが好き？あの海苔。おにぎりには味ない方がいいよ。じゃあ大阪ってずっと味付け海苔やったんよ。え、それは大阪の文化なの？コンビニで売ってるお弁当、あのおにぎりも全部味付け海苔。うそ。マジ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 。うそ、そんなことある？うん。だからちょっと手ベタつくねんけど。うん。でも俺さ、そればっかり食べてたからさ、東京行ってしてマジ味しねえこの海苔と思って、そっから俺半分ちぎるようになってしまって海苔。そういう事情があったのね。そう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 。普通の海苔やだ。いや、やだじゃないけど、なんかもう普通の海苔ってもう何やろ、手巻き寿司とかやるときとかぐらい。なるほどね。うん。何十年もやってないけど、手巻き寿司なんて。恵方巻きみたいなのは？恵方巻きはもっとやってなくない？え、それりょうちゃん家でやんないの、一人で？昔やってたよ、家族が行った時は。やらされた、俺。なんかやらされた、やらされたっていうか、俺 やってて楽しかったけどね。あ、違う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 。俺がりょうちゃん家行った時に、お母さんに食べなさいって。マジで？え、しなかったっけこの話。お、覚えてない俺。あの窓の方角、方向に、そう、方角に向かって、確か2階がリビングのお家だったね。その窓に向かってやりなさいみたいな。一言も喋んな言うてやろ。そうそうそう。で1回でいかなあかんや。1回口つけたらもう話したらあかん、ね、あ、そうなの？そこまでちゃんと聞いてなかったかもしれないけど。一回でもやった言われて、すごい印象的だった。ありがとう、母ちゃんも喜んでるわ。あら、今何時よ？え、53分。やばい、今までで一番だらだら喋った会話。うっそ。え、こんなだらだら喋ったの初めてじゃない？あれ全然違う。じゃあ最後怖い話で終わるか。怖い話。え、ジョージ、それで怖い、めちゃめちゃ怖い話があったぞ。この配信の残るところあと3回やって。はぁ、終わりよ。やばい。あらまあ、気づけば、うん、どうする、ね、なんかまあラスト3回最後に向けてなんかやってほしいこととかね。お前ジャカって弾くな、お前喋ってて。そうですね、
最後に向けて何かやってほしいことがあれば、コメントやツイッターでリクエストを、ください。歌っ て, って歌って歌ってだってお前が歌え。いやいやそんなこんなクソみたいな前振りで歌ったら怪我するじゃん。